とにかくグーグルのようなところが中国の共産党の検閲顔認識これに手を貸してるっていうのはこれは大騒動ですよコンピューターサイエンス分野に入ってる中国人留学生は何て言ったトランプさん盗人だと言ったね泥棒だと日本このまま何か日本の色ジャパンファーストを出してせめて口喧嘩でもした方がいいんじゃないですかと。 西東省のフーパ a レポートインタビュアーの岡崎です今日は2019年4月22日月曜日です本日は西先生に AI 戦争と監視社会と題してお伺いいたします、はい、よろしくお願いいたしますアメリカの IT 産業がこれまで AI であったり IT 産業リードしてきましたしかしアメリカの背後を追っているのが今中国です、はい 中国は A. I. 産業に積極的に投資しております。シリコンバレーのように、上海でベンチャー企業が続々と誕生しております。はい、まあ、中国の急激な I. T. 産業の発達。まあ、二先生、この背後には一体何があったのでしょうか。いや、これはちょっと言いにくいですが。トランプさんが去年。中国から来てる中国人の留学生。アメリカの大学院に来てる。特に。工学部。エンジニアの世界。コンピューターサイエンスの分野に入ってる。 中国人留学生はて盗っ人だと言ったねよ泥棒だとで聞いてるアメリカの国民反対って意見でうみんなをああってなんかこれで引いた感じですよあとうとうトランプまで言い出したそれで今あちこちの有名な工学部を持ってるアメリカの大学院は中国人の留学生をどんどんと取らなくなりました優秀ああ優秀ですそれでももう入れないんです 自分たちが10年20年かかってやっとできそうなもののところに中国の留学生が入ってくると大学院ですよ入ってくるとこれ盗むんじゃないかと盗まれたケースが多いんで今そういう世界ですフーバー研究所でもたびたびですが座談会とか小さい進歩準備っていなのがありましてお客さんが来たりそこにおられるフェローたちがお話しするんですが近年アメリカで最も素晴らしかった国務長官ショーツといいますがショーツ長官がもう相当お年ですがまだお元気です 内年の図談会で中国の学生は取らない方がいい泥棒が多いと東洋人は私だけでしたので上官「私日本からですけど」って言ったら「日本人は大丈夫」と言われたの、ね、よで今トランプが中国人の学生は盗っ人だというような背景大統領が言ってるんですよすなわちどれだけアメリカの戦略家たちが中国のこの IT の AI の追いかけを懸念しているか完全に怖いんですよで中国も そこを抑えなないいとアメリカに勝てないだから今アメリカと中国の貿易戦争が始まってますがもう少し上の方では AI テクノロジーをどこまでどっちが先に抑えるか目に見えない熾烈なバトルが始まっております。なるほど中国は アメリカを追いかけ追い越そうとしておりますが、これは世界大学ランキングにも反映され出しております。2019年の英国のタイムズハイアーエデュケーションの世界大学ランキングによると、中国の清華大学が第22位にランクインしております。えちなみに東大は42位です。え日本は大学教育でも中国に追い抜かれている。まあ二先生、中国はアメリカに多くの留学生を送っておりますが、次世代の中国。 中国の国内で教育を受けた人材が排出されてくるのでしょうか皆さん私たち中国というと2三3 0年前のあの貧しい街が汚いトイレが汚い中国しか知らないんですこの56年ほど中国の人口のトップ0.1%のお金持ちの人たちが超お金持ちですよ日本へ来て爆買いをされ始めました北海道も中国人大好きそれで私たち日本人 向こうのアメリカ人たち中国が劇的に変わっている状態をまだ認識してないんですよだから長い間中国は貧乏で汚くてマナーが悪いという認識知識は私たちの頭の中にあって今の中国は特にトップ10%ぐらいがものすごい勢いで変わりまた優秀な人材がどんどん出てきて莫大な金を持ってる。皆さん 日本の代物電気、冷蔵庫とか洗濯機もう日本のものなくなっちゃって今全部中国台湾ですよ次やられるのは自動車ですかすなわち日本は中国を正ししく認識していないなんです。あそこはもう普通の,あの発展途上国じゃないですよ皆さん中国偉大な帝国を何千年も維持した国ですよ で共産党になってあんな惨めな生活になっちゃってでハッと気が付いて国民に金儲けをさせなければいけないでどんどん変わって今やもう中国の金儲けの上手さ私たち真似しなきゃあれほどどぎつくやるんですか日本やらないと殺されますよ食い殺されますよ 中国は IT 企業の促進 AI の開発に力を入れてきました、はい、まあしかし同時にインターネット規制の強い国家です、はい、まあ規制が強いとおのずと中国のメディアも自己規制をするようになります、はい、もちろん中国政府は検閲ではなく指導ガイダンスという言葉を使います、はい、まあ実際のところ中国政府は AI 技術をどうやって使っているのか仁先生共産主義国の中国がなぜ AI を重視しているのでしょうか すなわち国民をコントロールするために AI のようなものが現れるともう鬼に金棒で怖いもんなし怖いもんなしはあのアメリカのグーグルアップルフェイスブックまで中国にへつらってますよもうトランプから見るとグーグルやアップルあいつら何やってんだんで天敵を助けてんだとだから相当突き上げを食らってまして。 アップルもやっと最近中国から引き上げますもう作りませんとか言ってんねんグーグルは中国の検閲サイトいわゆる検閲する技術を教えてますよ皆さんグーグル最初の設立の時誰がお金を出したかご存知ですかあのグーグル俺たちのメールまで牛じってるグーグル CIA が元金を出しましたまあそれはまた別の話でとにかくグーグルのようなところが中国の共産党の検閲顔認識 ここれれに手を貸しててるってのは,これは大騒動ですよおそらく私はアメリカでグーグルちゃん往復便乏食らうんじゃねえかと思ってますから今先生顔認識とおっしゃったと思うんですけど顔認識と AI を合致させて国民をコントロールするコントロールるいうことなんですかそうそうするともう逃げ場がないじゃんああ<ー>、ね、はいはいはい例えばさ私がどっかであの三越でなんか腕時計盗んだとで顔のこれぐらいしか映ってないのよ、うん、AI こっからこっち全部見ますから なるほど、うん、一度こう顔写真をどこかにこうとまずに集めてしまってそれに照合するような形そ,うその照合も数秒<ー>もう数秒どころが1秒ですよで最近あのアメリカから日本に帰って成田に着くとパスポートにこうスタンプを押すお兄ちゃんお姉ちゃんおられましたけど今ロボットに変わりましてスクリーンに変わりまして、うん、そこにあのパスポートの写真になってるとこをピタッとつけ,るつけて顔を見るとバッて私の顔映りますよ、うん すなわちこれはもう私が生きてる間ずっと日本のスーパーコンピューターの中に入ってますよだから私がどっかであの銀座の街で宝石に住んで走って逃げたもう無理逃げられないですよそうすると例えばここ、あのー、顔認証システムをどこかの入り口とかに設置しておいてこ,うここを通るようにしておけば誰が悪いやつかっていうのるすぐ分かるようになるわけですよねす中国は暴動を起こしている 反乱を起こしているやつ全部認識できますからだからそれほどまでにしなきゃ中国は社会の秩序が保てないんですか、うん、保てないんです今中国に60万の反乱用の警察がおりまして反乱を鎮圧するための警察官これ中国の人から聞いたんですよ毎日どこか中国の全土でどっかで反乱が起こっておりますだから共産党であそこまで締め付けて同時に、うん お金を儲けろお金を儲けろと儲けてお金を持って香港に逃げると香港で捕まりますから顔認識で日本に来たって同じです、うん、えー、一度話をお伝えいたしますと、うん、こう顔認証システムにより中国政府は国民の監視を強めていく、はいまあ、ただこうそもそも顔認証をするには自分の顔写真を提供する必要があるかと思いますまあもしその情報が政府に渡ればどうなるのか まあ現在私たちの携帯電話やパソコンの称号にもまあ顔認証やこう指紋の認証が使われています、はい、それからパスポート、ね、パスポートそんな中こうアメリカの大手 IT 企業のグーグルが中国への進出を強めている、はいまあ、二先生なんでこのような時期にグーグルは中国に進出するのでしょうかいやみんなそれがわからないグーグルお前スタンフォードの近くだろうが本社 金儲けののたためだったら国売るのかすなわちグーグルにとっちゃ国境いらないんですだから皆さんグローバル化とか国際化と言われてますけどあの裏にあるのは国境なしししの世界で皆さん仲良くしましょうじゃんだからアメリカの南に今南米の不法移民たちが年間100万人ですよ皆さん100万年間ですよそうすると中国の方から島根鳥取へ秋田新潟へ。 10万来たらどうするんですすかじゃんすなわち国境を守らないと国潰れますよでグーグルお前中国みたいなところに中国共産党にですよなんでそんな手を貸してんだといくらもらえるので、中国人が多いですからもちろんグーグルが入っていくと莫大なお金が入ってきますよ国体、うん、だけでそれでやってんだろうと皆さん言ってますが私もっとそれよりグーグルお前アメリカの国境も 中国の国境も日本の国境もヨーロッパの国境も嫌いなんでしょうじゃん。でヨーロッパはそれ完全に傷ついてて、今グーグルに莫大なあの罰金を貸してますよ。もう制裁制裁金って。制裁金ですね。<ー>はい、そのグーグル、Google、が世界各国に進出していく、まあ中国に特に進出していくっていうのは、中国の人口がそ多い分、いね、膨大なデータも取ることができる,とる。そういうことです。中国とインドのデータを収めたらもう。 地球人口の四分の三ぐらいでしょまあヨーロッパやアメリカと比べると、こうプライバシーの概念。あまり中国ないから。ない。グーグルとしてもやりやすい,い。んそう、やりやすいんです。うん、だから。なんで。中国の共産党の。政府が。グーグルを追いれっていう。そ,れはそうですね。中国にとっても。メリットがある。ある。あるし。ああ 中国はこう共産党の一党独裁体制なのでこう市場経済と矛盾しているとまあ今まで考えられてきましたしかし AI に関して言えば中国の政治体制が有利に働く、はい、意外にこうマッチしていると監視ネットワークと AI 技術の発展により中国政府はこう政府転覆活動を事前に察知することができるようになります。はい、先生 あの先ほど触れましたようにこう中国各地で起こっている反政府活動、はい、これ抑圧されていくのでしょうかいやこれからもっとすごい抑圧ですよただ特に皆さん中国大陸ありましてこの西の方ヨーロッパに近い方西の方はあのイスラム教徒たちですウズベキスタン運動がありますが、うん、その人たち中国でイスラムの神社そういうとこ行ってお祈りするの禁止ですから中国は宗教禁止の国ですよ すなわち北京が抑えれば抑えるほどこっちの人たちこれから爆発しますもう一つは原理イスラム教徒がそこへ入ってきて武装判断をするんじゃないかとそれを手助けするのはひょっとしたらアメリカかもしれませんつまり内乱を起こさせる、うんそのまあ、根源的な最後の質問になるんですけど、はい、なんで中国は AI でこう国民を管理して情報を集め中央集権的にコントロールしたいのかその欲求 中央集権一度権力を味わうともうあれは麻薬です、うん、それで中国だけじゃなく今日本自体がどんどんと東京一極し皆さん一極集中し,してそういう言葉を使いますけどあれは中央集権国に全ては権力それからお金を集めてこの数少ない人たちが地方へお金を配って俺の言うことを聞けよと。 日本はもう今すごい中央集権ですその下に政治家の下にいるのが官僚たちですだからこの官僚たちが政府を動かしだから政治家たちはもうほぼ操り人形のよような状態ですよこれ非常に危険危険というのは私たちの生活がどん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 と押しに押されて自由がなくなるそれどういうことが起こるかと日本では言っちゃいけないことが パイありまし西先生危ないな危なくないんですかこれぐらいのことを言って危,危ないか危なくないここ中国かじゃんもちろん私は中国に行けませんし行ったら日先生どっか暗い部屋に入れられてそのままも出てこられませんじゃん。うん、で日本も中国に対して強く出るんじゃなく出な,出なくてちょっと文句言ってるのは北朝鮮ぐらいなもんで韓国ぐらいなもんですよ。日本このまま何か 日本の色、ジャパンファーストを出してせめて口喧嘩でもした方がいいんじゃないですかと私は思ってますよただ長い間日本は中国を甘く見てましたので中国は今日本を完全に甘く見てますよこんな小さな島であれだけ優れた人口をたくさん行って財産もいっぱいあってもう植民地にしたくってしょ。 ももう何千年もよだれを流して私たちは物忘れがいいですからそんなこと考えてもいないのよ皆さん世の中もう対等するか滅亡するかですよ現状維持ななんかないですよところが今のままで生活日本いいから何言ってんのよ皆さん日本の食べ物どれだけ高くなったかすなわち日本は中央集権になりすぎて弾力性がなくなっていわゆるガチガチですよ 日本の教育も世界一になればいいんですけど教育大好きな国の一番いいと言われてる学校があの世界ランキングで42番ですかちょっと恥ずかしいですよそういうことをもっと新聞雑誌マスコミが言わなきゃ日本一番になろうよと、うん、オリンピックで一番だけじゃダメですよもっと一般の生活で私たちの日常生活で一番になりたい。 今回のお話はいかかがでしたか日本政府学校教育大手メディアがほとんど報じない事実があることが分かっていただけたかと思いますこの西敏夫のフーバーレポートは今世界で何が起きているのかそれが日本にどう影響するかほとんどのマスコミが報じてくれない真実を西教授が古今東西の500年単位の壮大な歴史をもとに分析し分かりやすく解説するサービスです解説者の西教授は 世界最高峰のシンクタンククタアメリカスタンフォード大学フーバー研究所に40年以上在籍した唯一の日本人です西教授は関西学院大学文学部卒業後ワシントン大学大学院に学び国際政治教育学の博士号を取得1977年よりスタンフォード大学フーバー研究所の博士号を取得特別研究員になりその後フーバー研究所教授に。 あなたもご存知だと思いますが、スタンフォード大学は世界中の天才が集まり100人中3人しか合格しないほどの超名門大学として有名ですその中でも格が違うのがフーバー研究所であの元英国首相マーガレット・サッチャーは「政治経済国際問題に関して世界で最も重要な研究組織はフーバー研究所であります」と評価をするほどですそんな世界最高峰の研究機関に 40年以上在籍できるのは西教授がアメリカ政府の機密文書を読み解き GHQ 占領政策の研究で卓越した研究成果を残されてきたからです実際西教授がスタンフォード大学フーバー研究所から出版したアンコンディショナルデモクラシーは米国の名門大学で教科書となり今では GHQ 占領政策の研究で世界的な権威とされていますまた CIA からのスカウトを断り リアルラスト侍の異名を持っています西教授は博士号を取得した直後その調査能力を買われなんと CIA からスカウトを受けました CIA の一員になれば金も地位も簡単に手に入ると誘われたのですしかし CIA に入れば国籍変更が必須でその瞬間自分は日本人だということを強烈に実感そして私が日本を裏切れるなら将来アメリカも裏切る。 CIA はそんな人間を雇うべきではないと断ったのですこれには CIA の調査官が感激しリアルガストサムライと呼ばれるようになりましたそんな世界に認められた分析力と日本人としての大和魂をお持ちの西教授の熱く分かりやすく世論をズバッと切る爽快なトークをお楽しみいただけます「フーバーレポート」の詳細は概要欄またはコメント欄のリンクをクリックください 私たちプライドドヒストリーは日本人に自信と誇りを取り戻してほしいという思いから日々情報発信を行っております毎回多くの方にいいねやコメントチャンネル登録をいただきとても励みになっております次回もお楽しみにお待ちくださいませ